出てます。だって仲間がいた。仲間がいたよ。こんばんは。ひろっちさん、やすべえさん、アルマサトリアさん、ドグラスさん、ギフトありがとうございます。こんばんは。完全にはしまえない。いや、そうなんですよ。私ね、今出してる電気ストーブを片付けるってなったら、それと引き換えにというか、それとこの交代して扇風機を出さないといけないんですよ。その置く場所的に、今扇風機を入れてる、あのクローゼットの中ね、入れてる、そこに交代して入れないといけないから、そうだから扇風機を出すことになるわけなんですよ。そう、扇風機まだ早いから、だったらちょっとストーブこのまま置いとくかってなって、そうで結局まあつけてるんで、別に邪魔とかではないんですけど、本当に。そう、入ってた箱、そう、なんか箱っていうかあれですね、袋、袋はあるんだけどね。そうだけど、なんかそのまま置くのがちょっと場所的にもね、あれなんで、クローゼットこの中ですね、この中、この後ろの中に今扇風機が入ってます。ちゃん、さきさん、ダークネスさん、あきぽんさん、温度の特訓、ラブリーホテイトさん、コロニャンさん、やすべえさん、やすけさん、ギフトありがとうございます。イエーイ。みんな、ありがとうございました。お話し会ねえ、見て、これ可愛くない？このわかる？このイヤリングなんですけど、これチューリップなんですよ。今日のテーマがなんかチューリップ畑に行こうみたいなテーマだったんですけど、これチューリップのイヤリングなんです。これ可愛くない？めっちゃ、これはちょっとお気に入りですね、自分の中でも。こんばんは。お気に入りのイヤリングです。可愛いでしょ。意外とね、そう、チューリップのイヤリングを探してて、これは普通に買いに行ったんですけど、そう、意外とね、結構あったんですよ、チューリップのイヤリングが。なんかもしかしたら探すの難しいかなって思ったら、意外とあって、そうで、その中でも、そう、なんかちょっと良さげなやつにしました。そう、色的にね、これ多分赤っていうピンク、赤ピンクみたいな感じなんですけど、この色が。そうなんですけど、そう、その色が良かったんで。あとはね、なんか普通にシルバー、全部シルバーの形、色で、形はチューリップとかゴールドとかもあったし、でもやっぱりチューリップといえばなんかこの色な感じがしたから、かわいい。これこんばんは。皆さん、今日は日曜日でしたが、いかがお過ごしてお過ごしでしたでしょうか。こんばんは。何をしてお過ごしておりましたでしょうか。のんびりしましたか。のんびり家で過ごしましたか。
お仕事でしたか？こんばんぱん。そう、夜は。夜はお話し会でしたね。食料品の買い物。2.5 キロ痩せた？すごー。筋トレ。すげー。すげーすげー。土日のお話し会取らなかったのを後悔しました。ああ、そうね、確かに6周年の話、そうですね、結構この土日でやった気がするもん。なるほどね。今日りねちゃんとあの昔懐かし話をしたんです。昔に流行ってたものとか、なんか昔そのこういうのあったよねっていう懐かしい話をりねちゃんと今日お話し会の休憩中にやってて、めっちゃ面白かった。めっちゃ笑った。本当にあのさ、昔懐かし話ってなんであんなに盛り上がるんだろうってぐらい、本当に意外とりねちゃんは2個下だけど、意外となんか世代が一緒というか流行ってたものとかが結構一緒で、そう、めっちゃ面白かったな。盛り上がるよね、昔こういうの流行ってたよねって。こんばんは。超盛り上がるんですよ。なんか私たちの時代はあのね、本当に多分同い年ぐらいの女の子ならわかると思うんですけど、今がどんな感じなのかわかんないんだけど、あのキッズの雑誌がすごい流行ってたんですよ。私の時はニコプチっていう雑誌があったんですけど、そのもうニコプチの全盛期みたいな多分感じだったんです。本当に小学校高学年、小学校の頃ぐらいかな、ニコプチっていう雑誌がすごい多分全盛期ぐらいの時で、まっさん、こんばんは、初めまして。そうで、まあファッションブランドとかの、あのキッズのファッションブランドとかもすごい流行ってたんです。流行ってたっていうか、結構もうほんとみんな着てたぐらいで、その何のブランド好きだったっていうまず話から入って、りねちゃんと、そうで、そう、なんかりねちゃんの なんて言うんだろう、りねちゃんはちょっとね、世代的に年下なんですけど、ちょっと上の中学生ぐらいの子たちが着るようなブランドを着てて、ゆうさん、はじめまして。ウィー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 。そうで、私は小学生ぐらいの頃からずっとその小学生向けのブランドが好きだったんで、私はそういうのを着てたよって言っててね。そう、なんか懐かしいのがいっぱい出てきたの。なんか王冠のマークのさ、ブランドめっちゃ着てたんだよねみたいな言ってて、りねちゃんが。私もその王冠のマークのブランドがすごい覚えがあって、え、なんだっけみたいな、あ、ベビードールだみたいな。いや、多分皆さん知らないと思うんですけど、なんか王冠のマークのベビードールっていうのブランドがあったんですよ。そう、あのまあベビードールは結構本当に着てる人多かったんですけど、そう、結構それをりねちゃんは結構着てた。嬉しくて懐かしいって思って、めっちゃそっからなんか昔流行ったキャラクターとかなんかそういう話になって、私たちの時代はこれは知ってる
知ってるあの方いるかもしれないんですけど、あの一期一会とラブドモっていう、あのいや知ってる知ってる、一期一会とラブドモっていう、なんて言うんだろう、あれなんかポエム、こんばんは、ポエムみたいな感じの、なんかすごいね可愛いキャラクターがポエムみたいなやつを書いて、なんて言ったらいいんだろうな、まあ、キャラクターなんですけど、それがめっちゃ流行って、それを久々に今日思い出して流行ったねみたいな、それ超流行ったねっていう話をしてたんです。あ、そう、あの永野芽郁さん言うじゃないですか、あの女優のが、あのニコプチモデルだったんですよ。もうほんとちょうどほんと私その時にめちゃ買ってた時代だったんで、そうだからもうめっちゃ好きだったんですよね。知ってる？一期一会とラムトモっていう、あれはもうほんとにめちゃめちゃ流行って、そうそれをね今日ね一緒に画像検索して、うわめっちゃ懐かしいねみたいな、この本持ってたみたいな、なんかそういうなんか話をして、超なんか楽しかったなーっていう、その時代めっちゃ楽しかったなーって思ったお話し会の合間時間でしたこんばんは。最近それのパッケージのポテトとグミで、あ、そうそうそう、それをね今日画像検索したら出てきたんですよ。え、パッケージになったんだと思って、最近なんかそうらしいんですよ、何かのお菓子のパッケージになったらしくて、その一期一会とラブ友が、そう、って思った。それがねめっちゃ流行ってたんですよ。キャリーハットさん、えひろさん、かずいさん、ごむにゃんさん、あゆにりーさん、かずいさん、いりこじさん、ひみかりんさん、お金持ち先生、たかゆうさん、田辺さん、まきまきさん、ありがとうございます。うん、そうなんです、ちょっとね懐かしいなっていう思い出話をしました。なんかさ、その頃には戻れないんだって思ったら悲しいよね。なんか戻りたいなって思うけど、もう戻れない。最近小学生もおしゃれよね。だってなんか最近の小学生どうなんだろう、あの全然関わることはないから分かんないけど、なんかおしゃれっていうかな、大人っぽい小学生っていうか多い気がする。おしゃれかどうかとかは分からないんですけど、関わらないから大人っぽくない？なんか今の時代のさ若い子たちすごい大人っぽい子が多い気がする。こんばんは。結構もう中学生とかでももう全然もう大人に見えるみたいな感じの子とか多いし、ビビったんだけど JK がデパコスのコスメ使ったりするとき、あー JK、 え、でも私も実は高校生の頃にあのデパコス買ったことあるんですよ。あの1回だけなんだけど、あのねそれも買ったわけじゃないって言ったらちょっと違うんですけど、あのちゃんとしたやつを買ったわけじゃなくて、なんとかセットみたいなやつが売られてて、そう、それがちょっと気になっちゃって、でもね5000円ぐらいだったんですよ確か。盗んでないでそう、そのちゃんとその商品なんですけど、そういうなんかセットみたいな感じ、なんか期間限定セットみたいな、コフレっていうのちょっと分かんないんですけど、それをもう唯一高校生の頃に1回だけ、本当にそれ以来全く買ったことはないんですけど、それを買ったことあります。
なんならさ、高校生の頃にさ、それ買ってさ、今買った方がいいんじゃないってぐらいなんですけど逆にね、今はもうなんか薬局系のメイク道具を私は結構集めるのが好きで、デパコスはね一回も買ったことない、一回もそれ以来買ってないんですけど、そう、本来ならね今でしょって感じなんです。買うなら今でしょっていう、今買う時なんじゃないのかっていう感じなんだけどね。でもその時はそう一回それ買って、そうちょっとねテンションが上がりました。でもちょっとねまだデパコスってこう買いに行くのにもちょっと勇気がいるし、ちょっとねお高いじゃないですか。だからねやっぱ全然もう薬局とかに売ってるメイク道具とか、あとドンキとか私はよく行くんですけど、でメイク道具を揃えるのがやっぱ楽しいんですよね。なんかお手軽でいっぱい集めれるから、それでいろいろ試す方が楽しいなって私は思うタイプなので、高いのを1個買うよりかはなんか安いものをちょこちょこなんか買うっていうのが結構私は好きですね。最近のドラッグストアも品揃えいいからねって、いやそうなんですよ、あの結構ねやっぱその薬局でに売られてるものでも、まあ、メーカーのやつとかねなんかいっぱい取り揃えてるところとかあるから、なんかそれ結構楽しいですね。こんばんは。普段はねあんまり買わないんだけど、こうちょっとね急にめっちゃなんか揃えたいっていうか買いたいって思う時が来るんですよ。その時は結構薬局とか行って気になったやつを結構バーってなったりとかします。肌に負担がかかる下地やファンデーションはしっかりとしたものがおすすめです。おおお、私そう、でも私そのベースメイクっていうこの顔のメイクもう本当にこだわりなくて、なんなら下地とか塗ってなくて、でもファンデーションだけなんですね。なんかもう下地一時期塗ってたんですけど、あのそうなんか意味あるかって思ってきて、下地ってそうだから私は下地の代わりに日焼け止めを塗ってファンデーション塗ってるんですけど、なんかねそれがね分かんないんですよ、そういうのが。そう意味あるのかなって思いながら、その意味ないのにこう二重に塗るのってなんかちょっと暑苦しいなっていうか、なんて言うんだろう、なんか自分的にちょっと嫌で、それがそうだからベースメイクとかはもう適当ですね。なんなら私今まで手でめっちゃ塗ってたんですよファンデーションもね手でこうやってペタ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 って塗ってて、1年前ぐらいまでは手で塗ってたかな。そうなんか適当に塗ってて、最近はもうスポンジで塗ってるけど、結構私ねあの意外と大雑把なところがあるんですよね。
そう、手塗り職人だったんですよ。本当に。なんか私変なこだわりみたいなのがあって、そのスポンジで塗ったら絶対うまくできん、うまくできんわみたいな気持ちがあったんですよ。そう、あのすごいさ、あの頑固女だったんだよね私。そういうので絶対スポンジでやったら絶対にこううまくできんわ、手でやった方が絶対綺麗にできるわって思ってたんで、そう手でこうやってペタ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 ってなってたんです。でも今思ったら全然スポンジの方がいいなって思うし、そうですね。こんばんは。結構そう、なんでこの話になったんだっけ、メイクの話。もともと、ああ、そうだそうだね、昔の話からになったんだ。ああそうだそうだ、JK でもデパコス買う時代、ああそうね、その話からなったんだ。そうですね。まあそうですね、まあそういう、今はそういう時代なのかもしれないですね。もうさ、どん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 さ、大人っぽい感じの、もう小さい子もどん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 こう大人っぽくなってって、本当にもう将来数年後ぐらいにはさ、小学生の子ももう高校生ぐらいに見えるみたいな感じになるんじゃないかなって本当に思うよね。だってさ、私さ、こうよくさ、こうネットとかでもさ見ててもさ、え、年下なのみたいな、すごいさそういうのが多くなって、なんか女優さんとかでも全然なんか年下に見えないって、すごい大人っぽいさ、なんか芸能人の方とかいっぱいいるからさ、なんかそういう時代になってるんですね今きっと。山猫坊主さん、金持ち先生、安兵衛さん、炎上さん、キッチンさん、巻巻さん、安兵衛さん、にゃん吉さん、アルマサトリアさん、ありがとうございます。まあまあそんな感じですね、そんな感じです。てか昨日の鈴木強化計画のツイートしたやつ、今日めっちゃ言われました。やばいねって、あれ、あのそう、一番言われたのがフクロウ、あれやばいって言われました。そんなやばかった、可愛くないですか。でも私の昨日のツイート見てくれましたか、あれ可愛くない。私的には精一杯書いたんですけど、良くない。でも私もあれコメント見て思ったけど、あのコアラの感じの鼻がなかったっていう、それは多分自分でもあって思った、あってなったコアラの鼻あない。そう、まあでもあれ結構良くなかったですか。私結構可愛いなって自分で言うのもあれなんですけど、あの見ずに描いた割には可愛いなって思ったんですけど、どうですか。
全部可愛く見えただって。でしょ？グッズ化してほしい。だってほらやっぱね可愛いんですよ。あ、結構さほらなんかステッカーにしたいとか。これは商品化できそうなぐらいな。もしかしたら私そういうさちょっと可愛い感じの描くの得意なのかもしれない。生誕 T にプリント、なんかさ今年の生誕 T シャツはじゃあ何かテーマ決めて何も見ずに描いたやつにしようかな例えば象とかだったらもう何も見ずに一発書きで象を描いてそれを T シャツの真ん中にドーンって。こんばんは。いいかもいいかも。象は鼻かいてね。いや象はもうさあれじゃん、もうかいてねとかじゃないじゃん。もう象はもう象はもう鼻でしょ。だって象はもうシルエット描くときにもう鼻を描くからそれはもういけますよ。コアラはシルエット描いてその顔の中にあるものだから忘れてたんだと思う多分。鼻を、こんばんは。まあゾウさん、ゾウさん。でもあのパンダ結構さちょっとなんか本当に大丈夫ですかみたいな感じのあのパンダ結構良くないですかあれ 大丈夫ですかって感じの。あやぱんの一番好きな動物は、一番好きな動物、トイプードルです。トイプードルはめちゃめちゃ可愛い。将来はなんかめちゃめちゃちっちゃいティーカッププードルみたいなトイプードルを飼いたいです。私動物結構苦手で正直犬とかも結構苦手なんですよ。あんま触らないタイプなんですけど、でもペットショップとか見るのはめっちゃ好きなんです。でその中でもやっぱりトイプードルの可愛さはちょっとやばいですよね。本当に もうやばいですね、可愛すぎて。だからトイプードルはそうちょっとね本当に飼ってみたいっていう感じはする。絶対可愛いよね。でもさなんか私はすごい思うんですけど、やっぱ動物を飼うのもさそんななんか簡単には飼えないっていうか、もちろんね可愛いからさ飼いたいと思うけど、やっぱさ動物にもさお別れというものが来るわけじゃないですか。そうなんかやっぱさ
ね、悲しくなるよね。だってさ、もう動物っても飼ったらもう家族じゃないですか。もう家族になるからさ、そう思うとなんかそういうさ別れがあるのかって思ったら、なんかなかなかそんな簡単には飼えないよなっていう感じする。可愛いんだけどね。そうだから私はまあ見るのはね、やっぱペットショップとかで見るのはすごい好きですね。だからな、そういえばこの間なんかねペットショップ屋さん見つけたんですよ。愛子ちゃんと一緒に歩いてた時になんかすごいなんか立派なって言ったなんかあれですけど、なんかすごいあのペットショップ屋さんを見つけて、すごーってなってちょっと見た。ね、ペットショップすごいねいいんですよね。なんか癒されるよね。なんかさ昔結構あのなんあれなんて言うんだろう、こう大型なあれなんて言うんだろうな、なんでも屋さんみたいな、福岡に住んでる時にホームセンターだ、ホームセンターホームセンターに行った時に家族とかでなんかホームセンターにそうあのペットショップが中にあったりするんですよ。だからそうなんか家族があのお買い物してる時になんかペットショップを自分は見に行くみたいなあのことをしてた。癒しだよね、あそこは本当に。私あの好きな場面があって、あのこう個室に入ってるわけじゃないですか犬が。ね、その個室の後ろのドアが開いて、あのそうあの店員さんがあの犬を連れていく瞬間っていうのがあのなんか好きでっていうか、なんか行ってらっしゃいって感じ、なんて言うんですかね、行ってらっしゃいみたいな感じの気持ちになる。なんかわかる、なんかさ閉じ込められてるじゃないですか、だってその個室の中であんな狭いさ部屋の中で。だからなんかすごい解放されされなんかされてなんか解放でき、なんて言うの、ちょっと日本語下手すぎるね本当に。そうあのよかったねっていう気持ちになって、そうなんかすごいそれが好きなんですよねいやあの購入の時なのかはどうなのか分かんないですけど、とりあえずその狭い部屋から解放されてよかったねっていうあの気持ちになります。あのただそのなんかね髪を切るのかこの洗うのかなんか なんで連れ出されたのか分からないけど、そうなんかとりあえずその出られてよかったねっていう気持ちになります。見てたらこんばんは。いいよね、私ペットショップだったらもうずっとそこにいられる、ずっとそこで同じ犬をずっと何時間も見てられる自信があります。結構特にそのトイプードルとかだったらもうずっと見てられると思う本当に。それぐらい可愛いよね。
可愛いよね、本当に。だからまあ将来は、そう、じゃあ私は将来あの小さいトイプードルを買うかもしれませんかもしれませんっていう、ちょっと断定はできないけど、私は将来あの小さいトイプードルを買うかもしれません、かもしれない、確定じゃないけどね、かもしれないです。だっていろいろ大変かもしれないからさね、だからいろんなことを考えてあの買わないかもしれないんですけど、あのそう、あの買うかもしれないので、ちょっとそれを皆さんにちょっと言っとこう。知れないですっていうことを言っておきます。こんばんは。ドゥルル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 ル。生誕 T シャツにトイプードル書くのがなんでトイプードルってなりそうだけど、まあでも私が将来飼うかもしれないトイプードルを書くのもありますよね。っていうのもトイプードルが唐揚げに見えること、なんかさ、わかるかも、ちょっとあの骨のやつでしょ、骨の唐揚げ、ぬいぐるみ。でも私昔犬のぬいぐるみも、あ、懐かしい、犬のぬいぐるみ持ってたんですよ。なあの本当にあの電池入れたら動くやつ、勝手にそれを自分のペットみたいにしてしてたんです。確か懐かしい、あれなんていう犬だったんだろう、なんかちゃんと犬小屋みたいなやつもセット、なんか、あ、そうだ、それサンタさんからもらった気がする、確かそれはサンタさんから、そう、犬のあの犬をさこう入れてさ持ち運べるさやつあるじゃないですか、こうバッグみたいになってる、そう、あれの中にその白だった気がするんだけど、白い犬、電池入れたらこうワン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 って動くやつ、そうを持ってたんですよね、あれ。でもあんまり記憶がないな、そんなにそんなにって感じだったかな、ちょっとあんまり記憶がないですね。いやでもね、多分それサンタさんにもらったんだよね、あ、え、なんか猫、なんか結構そういうの、そういうの結構私持ってたかも、なんか猫も覚えがあるし、そういうごっこみたいなのするのがすごい好きだったのかもしれない、あんまり覚えてないけど、ごっこ、なんとかごっこみたいなやつ、私めっちゃなんかやってた記憶があります。なんとかごっこ、なんかごっこ、何々ごっこって楽しくない、
そうめっちゃ好きだった。ここなんか昔粉プンっていう本当にめちゃめちゃリアルな感じの料理が作れる遊び道具があったんですよ。その粉プンで、そうなんか本当お店屋さんごっこやったりとか、あとシルバニアで遊んだりとか、こんばんは。そうそう、でもね粉プンは本当にすごかったの。ハンバーグとか作れるんですよ。本当に鉄板にこうお肉を焼いて、さ本当にジューってなって、もう本当にお肉が焼かれてるような感じの、本当にねリアルな本当再現率だったんですよ。待って、やりたい、粉プンやりたい、本当に粉プン懐かしい。そうで、その粉プン中でも結構その鉄板があるやつは結構レアだったんですよ。なんで持ってたのか覚えてなかないんだけど、そう、その鉄板でそうお肉を焼いたりとかしたりしてましたね。食べれる、いや食べれはしなかったと思うんですけど、でも結構本当にリアルな感じで、ちょっと後で調べてみよう、どんな感じだったっけな。本当にでも、もう製造してないんだ。そうなんです、本当にリアルな感じの、結構レアな遊びって感じだった。確かそれ消費されちゃうんですよ。なんかやっ使ったら使っただけ消費されるやつだった気がするから、そんな頻繁には遊べないみたいな感じだった気がする。あとやっぱね、シルバニアはね、やっぱ女の子は誰でも通るんじゃないかな、シルバニアファミリーで遊ぶっていうのは。2階建てのお家持ってたんですよ。1階と2階組み立てられるみたいな、違う、なんか1階がレストランみたいな感じで2階が家になってる、なんかそれを組み立てられるみたいな、そう確か持ってて、すごい。シルバニアファミリーはねいいですよね、本当に。すごい今日なんか懐かしい話、なんか懐かしいさ話今日いっぱいしてさ、すごい戻りたくなってる。メルちゃん、ポポちゃん、持ってましたよ、どっちも持ってた、メルちゃんもポポちゃんも。あれも持ってました、確か。あれ違う、なんかあれです、ベビーカーみたいな持ってた気がする、ポポちゃんを入れる。リカちゃん人形もめっちゃ好きだったし、懐かしいリカちゃん人形懐かしいな。何歳ぐらいに戻りたい、そうですね、小学校低学年とかそれぐらい、幼稚園もう年長とかそれぐらいの時は本当にそういうのばっかやってたから。そう、リカちゃん、そうなんですよ、リカちゃんね髪の毛長いから髪の毛をこう溶かしてたりとか、なんか私ね髪の毛切ってた気がするんだよリカちゃんの髪の毛切ってた気がする、なんか勝手に切ってた気がする。そう、カット、なんかそう切れるのかなっていう感じでさ切った気がするんだよね
そう。そう、そういうなんか美容師みたいなこともしてました。なんかそういうその時期に戻りたいな。なんかすごいさ楽しかった。まあでも、これ B 型あるあるなのかな。こんばんは。 B 型の人でそういうとこあるのかな。でもそうですね、やっぱ子供心を忘れないことってやっぱすごく大切だと思うんですね。そうだからちょっとね、やっぱいいんじゃないかなって、時々そうやってねやるのとかもいいんじゃないかなって思うね。いや子供心は本当に忘れてはいけませんよね、大人になっても。皆さんも子供心を忘れずに生きていきましょう。大人に なりましょう。子供心大切ね、大切だよね、子供心って。なんかその純粋な気持ちとか子供の頃のそういうのってすごいさ大切だなってすごい思う。そんな感じですね。ということで終わりまーすね。子供心は大切だよ。13位たかゆうさん、ありがとうございます。12位ちくわドーナツさん、ありがとうございます。11位みきみきさん、ありがとうございます。10位まつくんさん、ありがとうございます。9位アルマサトリアさん、ありがとうございます。8位エレメンツさん、ありがとうございます。7位田辺さん、ありがとうございます。6位ラブリー48さん、ありがとうございます。5位ギルスさん、ありがとうございます。4位田辺っちさん、ありがとうございます。3位お金持ち先生、ありがとうございます。2位まきまきさん、ありがとうございます。1位はでん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 、やすべーさん、ありがとう。ありがとうございました。ということで皆様明日からも頑張りましょう。また1週間バイバーイ、おやすみなさーい。